はい、今日は私がもしかしたらこの世にもういなかったかもしれない恐怖体験をお話したいと思います。昨夜はですね、1時ぐらいですね、深夜1時ぐらい寝たんですけど、4時になぜか目が覚めて、まあアラームで覚めたんですけど、4時5分か、あまりにも眠かったんでもう一回二度寝しました。そしたら4時50分、まあ急いで準備していつもの JA の自動販売機に向かったんですが、いつも国道354の北側、国道354の北側一本内側の、まあ細い路地というか、まあ、細くもないんですけど路地を通ってたんですが、まあちょっと助手席側に携帯電話とか置いてて、ちょっと YouTube とかチラチラとチェックしながら、で今朝はですね、珍しく後ろに車がいなくてですね、大体いて煽られてる状態なんですけど、まあ、珍しいこともあるな、まあ朝早かったんで5時半とかだったんで、まあそのせいかなと思って、ふと気づけばもう右折すればですね JA 本所に向かう路地で354突っ切って、あの自動販売機の方に向かうんですけど、まあいつも通り私ちょっとそこを右折するときはちょっと反対車線にちょっと入り、まあ煽られてるんで反対が車線に入って、まあ減速もあまりせずにこう右にスッとこう入るんですけど、今朝はですねなぜか右折して正面向いた瞬間、反対車線のトラックに、あのトラックだ、まあ小型ではなかったの、中型8トンぐらいですかね、2回クラクションでパッバーッと煽られたんですよ。で私なんだちょっとうるせえなとか思って、パッとこう正面の信号見たら青信号なんですよね。あれ、いつもここあそこ右折するときここの信号絶対赤だよなと思って、そん時気づきましたね。赤信号を右折してました。で右折した瞬間トラックもう減速して、ちょうど加速してきたところで10メーターぐらいですね、間隔が。だからあと2秒か3秒遅くあの交差点右折しようとして入ってたら、間違いなく運転席側からトラックがドーンって来てますんで、ただスピードは40キロ50キロだから即死はしないにせよ、多分ここにはいなかったでしょうね。はい、皆さんいくら疲れてるから、仕事が忙しいからといってですね、しっかり睡眠は取りましょう。トロロプス2号です。本日も頑張ってまいりましょう。ほんと今思うとちょっと背筋がゾクゾクしちゃいますけど、まあ何かに私守られてるでしょうね。まだ死んではダメだと。はいはい、コメントいただきましたね。アーリー SDA さんですね。私ちょっと、もしかしたら、アーリー須田さんですかね？違いますか？なんか日本語が普通に、6分15秒、LOL、おもろいってきたんで、あ、もしかしたら、最初コメント2回目なんで、あの外国の方かなと思ったんですけど、おもろいって書くってことは、もしかしたら、日本の方ですかね？アーリー須田さんですかね？申し訳ないです。本当適当なこと言って申し訳ないです。ありがとうございます。はい、あそこはちょっと、うん、なんか思い浮かんだんでやってみました。はい、ああいうことをやるのがシャタ農園なんですよね。基本的には。はい、だからバシバシああいうのは取り入れていかないといけないですね。はい、それから、はい、カット3ですね。それから、シロ君、はい、スルーしました。はい、ただですね、あれ実はあの下の方ダラーンってなってるのって、中段とか上段のツルがダラーンってなってるんですよ。多分あの車芸人の愛さんは下の方から出てきたツルだと勘違いしてたと思うんですよね、うん、だから上げると下の方こまないんですよ、あんまり、うん、中段なんでグワーッと上まで上がっちゃう感じなんで、それを横にして止めてるっていう、多分そういう、多分下の方から出てきたやつをと混むっていう意味だったと思うんで、はい、まあそんなこともちょっとあの動画の中で端的にこうメッセージをもらうためにはいはいって言った感じなんですけど、はい、長くなっちゃうんで私がなんかこうこうああなんですって言うと、はい、
だからまあはい、そういうことですね。でも基本的にはスルーします。はい、下から出てきているやつもあるんです。はい、それもちゃんと誘引してますんで、なんか多分ですね、これは収納当時に久留米種苗の方の A さんです。はい、 A さんにそういう仕立て方を結構叩き込まれたんですよね。下から上、下から上って芯を積むっていう、まあ、当時調査域っていう品種でしたね、久留米種苗の。それはそういう仕立て方だったんで、どうもそれが体に馴染んじゃってるんですよね。なんかそれが正解みたいな感じで、はい、あともったいない気がして、なんか強敵心するのを、下から頑張ってやっとこうグーって太陽を探してこう出てきたのに、捕まるところがなくてバターンって倒れちゃったやつをバシャーって切るのはですね、なんか敗者に鞭を打ってる気がして勝者にしてあげたいんですよね。はい、思い切って出世させたくてですね。あ、もうどうでもいいですね、そんな話。はい、それから雪男王さん700本、そう、まあ当然といえば当然なんですけど、少ないんです。本当は1000から1200植えなきゃいけないんですよ。スペースは余裕であります。あの丸屋根は1500植えられるスペースがあります。はい、まあそれやんなきゃ生計は立てられないってところでしょうか。はい、少なくともJオーラ館林館内でキュウリで生計を立てるには1000から1500あそこに植えなきゃ。はい、それからお師匠様、分かりました。そうですね、これ種苗会社からマンツーマンで教わった方がいいっすね。昨日せっかく来たから聞けばよかったな。切り戻しですよね。うん、なかなか今まで収納してから切り戻ししろと指導、今まで誰からも言われたことなかったんで、その技術が身についてないですけど、まあ困らないですもんね。でいらない不要なツルはなくなるわけですから、知識として入れとくべきでしょうね。さすがお師匠様です。これは早急に。はい、それから銀スポさん、あ、継ぎ木します。そっか、あ、なるほど、クラージュと何でしたっけ、リスペクトでしたっけ。そうですよね、常盤さんですもんね。この間来てもリスペクトかアドミラルかディソールか、はい、頑張ってくださいあの落ち着いて、焦ってやると多分失敗しちゃうと思うんで、はい、あと指の腱鞘炎には気をつけてください。はい、ということで長くなってしまいますんで、はい、ちょっとですね、何ヶ月か前、半年前ぐらいかな、やっぱぼーっとしてて赤信号無視したりとかしてるんで、ちょっと気をつけたいと思いますね。やっぱ疲れが溜まってるのかもしれないですね。はい、まあ私はいいんです、皆さん気をつけてください。はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんパーじゃん。